皆さんこんにちは。日本一のキャバクラと呼ばれる大阪北新地にあるクラブエースの人気キャバ嬢として活躍していた美優さん。今回はそんな美優さんの石油王と呼ばれる太客の存在や今までに貢がれた総額、さらには衝撃の結婚相手や枕営業の噂について調べてみました。ぜひ最後までお付き合いください。美優さんはキャバ嬢として活動していました。現役時代は大阪北新地にあるキャバクラクラブエースでナンバーワンキャバ嬢として活躍していました。現在はすでに引退しているようで、今後の活動にも期待が集まっています。美優さんがキャバ嬢を始めたきっかけは貯金だったそうです。美優さんは高校を卒業してすぐにキャバクラで働き始めたようで、最初は3から4店舗のキャバクラで体験入店を行います。その後はポニーテールというお店で働き、しばらくしてからデュオというお店へ移り1年ほど働いたのだそうです。この後に移ったのが引退まで活動していたクラブエースになるのだとか。美優さんがキャバ嬢を始めた頃はかなり適当だったようで、出勤も少なかったのだそうです。ただ当時から売り上げだけはそれなりにあったようで、ほとんど気にしていなかったのだそうです。ですが当時の社長からやる気ないなら辞めていいよと言われ、売り上げがあってもダメなんだと思い直し、そこからキャバ嬢という仕事に真剣に向き合うようになったのだそうです。美優さんは現在キャバ嬢を引退していますが、彼女の引退式で多くのお客が詰めかけ、なんとたった1日で2億円以上の売り上げが上がったのだそうです。また誕生日イベントでは1日1億円以上を売り上げたこともあり、その人気は日本でも屈指のものだったようです。美優さんはコロナ禍でキャバクラが閉店していた時期に17ライブというライブ配信アプリで活動していたようで、なんとこの時は2週間で8000万円の投げ銭を得たのだそうです。この時は17ライブ内でナンバーワンの投げ銭を得ていたようで、ライブ配信でもその人気は圧倒的なものだったようです。美優さんは自身の経験をまとめた書籍を出版していて、こちらも非常に高い人気を誇っています。タイトルは好きしかいらない、最速でなりたい私を手に入れる方法と言い、仕事や人生に対する考え方などが綴られています。また水商売時代の裏話や今後の挑戦なども綴られていて、ファン必見の内容となっています。そんな美優さんは自身の YouTube チャンネルで過去の最高年収や貯金額について言及しています。貯金はいくらという問いに具体的には言えないとしつつも、僕は言ってますとはっきり回答しました。2桁台には及んでいないとしつつも、狭間ぐらいの感じですかとさらに聞かれると、と言葉を濁していました。また最高年収はという質問にも僕は言ってますと回答しました。現役の時は行くでしょとあっさり明かし、それが別にすごいことではなくてエースが特別と冷静に明かしていました。そんな美優さんですが、石油王と呼ばれる太客がいることで有名でした。石油王は一晩で数千万円ものお金を使うこともあったそうです。とにかくその名の通りお金をたくさん使うお客さんだったんですね。そんな石油王は美優さんに対して好意を持っており、それは SNS でも発信していました。そりゃ好きじゃないと大金を貢いだりしませんよね。ですが2022年1月に突如美優さんが石油王のツイッターのフォローを解除してしまいます。それがことの発端で美優さんと石油王の不仲が取り沙汰され始めました。美優さんが石油王のツイッターのフォローを解除した原因は、石油王が発信したインスタグラムの投稿でした。その内容というのは美優さんの妹に対する質問に答えた石油王のコメントです。美優の妹と相互フォローしている。これに対し家族の身バレを恐れた美優さんは石油王のフォローを解除したと思われます。きっとフォロー解除は妹のアカウントを晒されるのではないかという不安から、石油王に関わらないでと苦言を呈したのでしょう。
これで二人は不仲となり関係も切れたと思われていた矢先、フォローが解除された同じ月に開催されたクラブエースの綾田社長のバースデーイベントに、なんと石油王が来店したのです。その後、石油王がフォロワー限定のインスタグラムに美優さんとのツーショット画像を投稿しました。そして再出発を誓った日と、なんとも意味深なコメントもつけたのです。このことから美優さんと石油王が仲直りをしたのではないかと考えられています。美優さんと石油王が不仲で関係が切れたものの、数日で仲直りをした、こういった経緯から、美優さんと石油王の不仲説は半分本当だということです。そんな石油王の正体は吉武紀州さんだと言われています。石油王は SNS などでも基本的に顔出しはしていません。それなのになぜ石油王が吉武紀州だと言われるのか、それはいくつか理由があります。過去にテレビ番組信長なんなんにて、美優さんとその太客である石油王について放送されました。その時の内容が衝撃で話題を集めました。その他にもみゆうさんの YouTube に出演したりしています。もちろん顔出しはしていませんが、話の内容などで正体はバレてしまうのかもしれません。ですがそこまではなんとなくでしたが、石油王が吉武紀州さんだと言える出来事が起こります。それはみゆうさんのバースデーイベントでのこと。石油王が店からインスタライブをしていた時、店内にいたスタッフが石油王の実名を呼んでしまいました。結果的には偶然なのか声が小さく聞こえないレベルだったようです。しかし石油王は即座にスタッフを怒ったそう。さらにハプニングは続きます。その後、石油王がかぶっていたお面が外れてしまったようで、その様子がインスタライブに載ってしまったそうです。そのことから、石油王の正体は吉武紀州さんではないかと言われているのです。石油王こと吉武紀州さんの会社は愛知県にある廃油リサイクル会社です。吉武紀州と検索すると、有限会社全油の代表取締役がヒットします。愛知県半田市に事業所を構えた全油が石油王の会社のようです。ではこの会社、何をしている会社なのでしょうか。調べてみると、廃油をリサイクル処理して新たに使えるリサイクル重油を生産しているようです。業績もいいらしく、売上は20億円を超えるとか。会社の業種、業績を聞くと、確かに石油王と言っても過言ではないですね。さて、気になる石油王の年収ですが、なんと10億円近いそうです。そんなにお金持ちだから、美優さんの太客として恥ずかしくない豪遊ができていたのですね。石油王が美優さんに貢いでいた総額は10億円以上とも言われており、美優さんは枕営業もしていたそうです。にもかかわらず、2022年12月12日に美優さんは結婚していたことを発表しました。結婚相手の岡田和真さんは京都府出身の33歳です。美優さんは1995年11月8日生まれで、今年の誕生日で29歳となるので、美優さんよりも4つ年上ということになりますね。そして岡田和真さんの現在の職業は、昼食と夜は京都祇園にあるカフェバー8の経営。また岡田和真さんには3つ年下の弟の拓真さんがおり、兄弟でバーに勤めています。岡田和真さんは京都に住んでおり、結婚したことで美優さんが大阪から京都に引っ越しして一緒に暮らしているそうです。和真さんと美優さんの馴れ初めについては、現在詳しいことは公表されていません。その理由として、美優さんが3月29日に発売した書籍「好きしかいらない」に美優さんの全てが書いてあるそうで、そこに和真さんの出会いや馴れ初めなど全て書いてあると美優さんがインスタライブをしていた時に話していました。そのため、現在分かっている情報が、交際期間は2年、付き合っている期間は和真さんが美優さんに会いに週3、4日大阪に来ていた。アプローチは美優さんからした。美優さんは最初和真さんのことを知らなかった。和真さんは美優さんのインスタを見たことがあった。といったことを、結婚してから初めて2人でインスタライブをした時に言っていました。美優さんは和真さんのことを
顔がめっちゃタイプと発言しており、過去の動画にもみゆうさんは出会いはお店しかないと言っていたこともあったので、もしかするとカズマさんがみゆうさんのお店に行った際にみゆうさんがカズマさんに一目惚れしたなんてこともあるかもしれません。そんなみゆうさんは今後妊活したいと思っているそうで、またもし妊娠した時の旅行計画についても YouTube で語っていました。野球のことは全く詳しくないというみゆうさんですが、先日大谷翔平が見てみたいという思いでロサンゼルスへ行っていました。彼の出場する試合を観戦してきたそうです。スタッフから年末年始などには大きな旅行は考えているのかと聞かれると、そろそろプロデュースを手掛ける下着の会社も動き出し、そのための撮影も11月に行われると回答。一連のプロジェクトが終わった後に妊活しようかなと思ってると告白します。その上で妊娠中はいいのか、海外行ってもと確認。スタッフがでもあんまりと言いよどみながら、それも話題になってましたね。妊婦さんが旅行中の写真を上げて炎上したと過去の事例を報告すると、みゆうさんはなんで炎上するのと驚きます。スタッフは何かあった時に周りに迷惑かけるみたいなと返事しましたが、それでもみゆうさんは何を迷惑かけるのと問いただします。スタッフが体調が悪くなったりした時にと言いかけると、旦那が言うんやったらわかるけど誰に迷惑かけたんと反論しました。続けて、だって妊婦で旅行に行って迷惑かけるって、それは私がしんどくなった場合ってことですよねと尋ねながら、迷惑かけられてると思うのは旦那じゃないと、妊娠中に旅行に出かけることに身内以外は何も迷惑がかからないと試験、さらに旦那に迷惑かけられてるって思われるのもびっくりすんねんけどと、そもそも同意の上で旅に同行してる夫が妊婦である妻のことを迷惑だと思っているわけがないと主張します。さらには第三者が妊婦が旅行していることを迷惑に思う真意について、一般的には自分に被害があるから迷惑と感じるってことじゃないですか、何を迷惑かけることがあると疑問に思っていました。スタッフが自分に害はないけどモラル的にどうなんみたいなことを言いたいのではと非難する人々の心理を推察しました。それでも彼女はダメなんですか、妊娠中に旅行行くの、なんで叩かれるんと不思議そうです。ちなみにこのスタッフも妻が妊娠中に旅行に行ったことがあると打ち明けていました。コメント欄には、一番迷惑かける相手は赤ちゃんです、子供の命かかってる重み分かってほしい、妊娠中は母子ともに健康であることが第一だから、少しでもリスクのあることはできる限り控えた方が安心安全といった声が寄せられていました。またみゆうさんの YouTube では、キャバ嬢時代にもらった高級ブランドエルメスのバーキンの鑑定を行う企画を行い、意外な結果を迎えました。みゆうさんは過去にお客さんからプレゼントしてもらったという約800万円のバーキンの写真をインスタグラムに投稿した際、ファンなどから、これ本物ですか、偽物じゃないですかというコメントが多数寄せられたといいます。さらにみゆうさんも、プレゼントされた時に箱のリボンがなかった、証明書はもらってないなどと偽物疑惑があったそうです。そこで動画では鑑定士を招き、疑惑のバーキンを査定してもらうことに。鑑定士はみゆうさんが有名な方なので偽物をプレゼントされることはなさそうですがと前置きしつつ、カバンの細部をチェック。するとカバン自体が軽すぎたり、本物にはない刻印があったりなどの点から、値段はつけられない、コピー品という意味というジャッジが下ってしまいました。さらにカバンの写真を撮って他の鑑定士にもダブルチェックを頼んだところ、同バーキンはアウト、画像で見てもわかるくらいの偽物と鑑定されてしまいました。これを受けてみゆうさんは、
なんで偽物渡そうと思った。やばない、腹立ってきた。その人はいろんな有名なキャバ嬢にバーキンをプレゼントしてたから、まさか偽物なんて思わない。思い出してイラついてきたと大激怒しました。コメント欄ではファンからも、こういうのって大体偽物かと思いきや本物だった、だから偽物なのに動画にしてる、みゆうさん最高、神動画、ずっと言われてたけど、ほんまに偽物やったなんて、全部公開するみゆうちゃんやばくて爆笑した、などみゆうさんに同情する声が寄せられていました。また一部ではこのバーキンは先ほど説明した石油王がみゆうさんと不仲になっていた時期があったことがきっかけで当てつけにプレゼントしたのではとも言われています。10億円以上貢がれていた石油王という太客がいたにもかかわらず、全くの別人と結婚し世間を驚かせたみゆうさんですが、キャバ嬢を引退し第二の人生を歩んでいますので、これからもみゆうさんの活動を応援していきたいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もぜひお願いいたします。それではまた。